はい、おはようございます。から農園です。はい、今日は子供たちと一緒にバッタを捕まえに来てます。いるかな。チョウチョいた。お、ほんとだ。あ、ちっちゃいね。はい、こちらは家庭菜園の畑になります。綺麗にしてありますね。はい、こちら手前ですね。何か畝が作ってありますね。何か撒いたのかな。あ、なんか棒が立ててありますね。なんだろう。ちょっと今日は風が強いですね。朝は雨が降ってました。あそこに見えるのは大根ですね。大根が種撒いてあります。ちょっと失礼します。イボだけが刺してありますね。こちらは大根、畝をですね、立てて、20センチ、え？ほんと？やったね。すごいね。はい、こちらは大根の畝ですね。20センチぐらい立てて、巻いてありますね。で、隣がブロッコリー、ね。はい、大きくなりました。こちらがキャベツですね。奥手がさつまいも。そしてこちらが一本ネギですね。一本ネギの裏にもブロッコリーがありますね。はい。ナスはもう型下みたいです。夏野菜はもうないですね。で、こちらが里芋です。バッタ捕まえたの？うん。あ、見せて。ナンちゃんは捕まえた。ほんと？どこどこ？ほんとだ。どれどれ。ランちゃん。あ、いたね。はい、おんぶバッタ。ちょっと風が強くて今日は、ね、外部マイクで撮影してませんので、ちょっとノイズ混じりで申し訳ございません。なんかいた。へ、ちょっと待って。あ、これは豆さんだよ。豆。虫じゃないよ。虫じゃない。うん。お豆。これ見て、猫じゃらし。これ猫じゃらしはね、こう取って、これをね、逆さにしてね、こうやってやるとね、いくよ。これ出てきた、出てきた。毛虫、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 毛虫。はい、毛虫。毛虫ゲット。はい、こちらのですね、畑の方は、ナスとピーマン、ちょこっと残ってますね。これは、駆動石灰。まあ、石灰ですね。あと、これは多分おそらく今もう新米の季節だから、そこに見えるのは、あれは米ぬかですね。米ぬかが巻いてあります。はい。いろいろ工夫されてますね。あ、もう秋ですね。で、奥手の方に見えるのはですね、モロヘイヤとナスがちょっとあります。で、タチキュウリとですね、ネギですね、と里芋。で、手前側に見える奥の手前ですね、が白菜ですね。白菜ももう追肥をしていいぐらいの大きさになってますね。そして、あれは葉物かな？小松菜かな？ほうれん草かな？ほうれん草の芽がちょっと出てますね。と、ブロッコリーと大根。やはり皆さんですね、似てますね。白菜、ブロッコリー、大根。ちょっとした葉物とかですね。ありますね。ちょこっと失礼します。蜂が、よくですね、この季節はスズメバチが柿にたかるんですよね。いいですね。はい。白菜ですね。ちゃんとこのように札が刺さってます。白菜 9.5。おそらく95日白菜ですね。はい。そしてこれが、わあ、綺麗ですね。あ、違いますね。これは日付ですね。9月4日ってことですね。ほうれん草。じゃ、先ほどのも 9.5 は 9月5日にほうれん、白菜を定食したやつですね。これ 9.4 ってのは9月4日ほうれん。
ほうれん草ですね。芽が出てます。はい。これ地面の天葉がこのように硬くなってツルツルしてるんですけれども、雨がおそらく降ったんですよね。で、その後に土、秋はですね、葉っぱ開いたんですね。で、こちらが、8.31。8月31日、チンゲン菜ですね。すごいいっぱいあるね。こう。はい。これは菜花ですね。はい、菜花9月4日。わ、すごいですね。菜花も、そうですよね。もう菜花も時期ですよね。こちらは渋柿ですね。はい、行こう。蜂に刺されるよ。スズメバチいるから。はい、行く行く行く。パパ、蜂いたよ。ん？見た？あ、柿が潰れてる。蚊もいるからね。はい、こちらが、前回ですね、スイカを栽培している、方ですね、おじさんで、インタビューを、された方ですね。こちらが、これは堆肥ですね。撒いてありますね。石灰窒素を撒いて、で、すき込んで、で、あれから2週間ぐらい経ちましたよね。で、ここに牛糞堆肥。これ牛糞ですね。はい。牛糞堆肥が撒いてあります。で、ここに牛糞堆肥のこれちょっと画像でわかりづらいですね。ちょっとズームしたんですけれども、このところ、これですね。白いもの。これキノコが生えてます。すごいですね。で、前回の、まあ台風とかですね、倒された奥のは柿ですね、折れちゃってますね。はい。あ、こっちもすごい。こっちもいろいろと。これはすごいですね。はい、これ長ナスです。はい、長ナス元気ですね。穴は開いても、葉っぱは穴だらけですけども綺麗ですね。で、泥がついてますが起き上がって綺麗に回復してますね。こちらがブロッコリーですね。こっちも白菜とブロッコリーと大根といっぱい植わってます。で、花リラですね。うわ、蚊がいる。あ、もう小さいてる。すごい、ここやっぱり蚊がすごいですね。はい、そして、こっちからですね、行きましょう。まだ赤じそがありますね。まあもちろんもう使わないと思うんですけれども、牛糞がかなり巻いてあります。アスパラガスに大根。ね。畝が立ててありますね。これは白菜ですね。かなり徒長してますね。徒長していますが、白菜を植えて、活着さえしてしまえば問題ないですね。はい。で、こちらが大根ですね。見事です。大根に、おそらくこれ品種をですね、いろいろ使い分けをしていると思います。そして、これはカリフラ、ブロッコリーですね。はい。こちらはかなり筋巻き細かく巻いてあるので、これはおそらく小松菜じゃないですかね。はい。そして、オクラがまだ残ってますね。オクラもすごい立派ですね。オクラがいっぱいあります。いや、蚊がすごいな。雨が今先ほどまでザーザー降ってたんですけど。はい。もうそろそろ柿もですね、色づき、そうですね。そして、はい。あれ、下仁田ネギですね。なんかどんどん立派になってきてます。前回、少しずつですね、前回の家庭菜園動画で同じこの圃場を回っていますが、前の動画から比べるとですね、ネギの葉っぱが白っぽくなっていたのからだんだんと青々としてきてますよね。ぐるっと一周。あー、カニすごい座れましたね。一筋シマッカってやつですかね。シマッカってよく言うんですけどね、今の秋に飛んでいる蚊はとても小さくて、
で、刺されてもわからないんですね。で、気づいたらすごく痒い。すごい膨れます。これです。下仁田ネギ。どうでしょうか。前回ちょっと白っぽくですね、なってたんですけど、青々としてきましたね。ネギはだいたい9月、お彼岸を境にですね、雨が降ってくるにつれて、で、この葉っぱが今まで夏の暑さ、白かったものが、で、だんだんと寒くなるにつれて、青々としてきます。で、これニラですね。前回花がすごい咲いていたんですけれども、株元から全部刈ったんですね。で、新しく、また脇芽が分裂して、柔らかいものがですね、なってますね。で、こちらが白菜です。すごいですね。上手ですね。で、こちらがキャベツにブロッコリーの大きいタイプ。順々にやってますね。カーキャベツも立派ですね。いい色してます。ブロッコリーもいいですね。風が強いですね。うわ、葉がすごい。あ、これがニラですね。あ、これ。はい、見てください。これはドウガネブイブイかな？コガネムシかな？吸ってますね。見たい、いたいよ、虫。捕まえる？どこ？ここいっぱいいる、ほら。ここにもいる。捕まえたい。え？捕まえる？よいしょ。やだ、それ。え、やだ。バッタ？バッタじゃ探そう。あと、イナゴ。イナゴ？イナゴは田んぼ行けばいいよ。バッタ？バッタ！ニラの花が綺麗ですね。おびっくり。はい。こんなですね、感じで。あ、ここほうれん草が巻いてありますね。はい。やっぱり皆さんですね、ほうれん草を巻いてあるところはですね、石灰かなり多めに巻いてますね。もう上に浮いちゃうぐらい。あ、匂いが牛糞の匂いしますね。これ一本ネギですね。はい。もう今日もですね、雨で、朝からちょっと肌寒いですね。はい。いや、そんなですね、家庭菜園の秋冬ですね。秋冬作付けの、様子でした。はい。じゃあ、またですね、この作物が、追肥をしてですね、大きくなることになったらまた撮影したいと思います。はい。いつもご視聴いただきありがとうございます。またよろしくお願いします。見てください。見てください。